特集です。今日は全く性格の違うお坊さん兄弟の奮闘に密着しました。アイデアマンのお兄ちゃんはお寺にゆるいキャラクターを作っています。突然ですが皆さん、普段お寺に行きますか？観光としては行くことはあるんですけど、もう何気なくお寺に行くかって言ったら行くことはほとんどないですね。もう本当年に1回行くか行かないかぐらい。若い世代の間で加速度的に進む寺離れ、深刻化する寺離れを食い止めるため奮闘する兄弟僧侶がいた。兄は野心家でアイデアマン。今までのお寺のイメージを変えるべく、あの手この手の策に打って出る。とにかくお寺に親しんでもらおうとキャラクターを考案、テーマソングまで作っちゃったんです。てんちゃんてんちゃんてててててんちゃん、その名もてんちゃん。ところが本末転倒というかね、父である住職はそのやり方にどうも納得がいかない。一方ちょっと気弱で優しい性格の弟は、自分もまあ、勉強不足、まだ僧侶となって日が浅いので。お坊さんになってわずか3年、でもある理由からなぜか先輩のお兄ちゃんより先に住職になっちゃうんです。父と2人の息子、立場は違えど3人のお坊さんが案じるのは寺の行く末。寺離れに待った僧侶ブラザーズ奮闘記。千葉県松戸市にある浄土真宗本願寺派のお寺、天心寺。こちらが住職の西原慶章さん、そしてその長男で副住職の達也さん36歳が今回の主役の一人。ゆくゆくは慶章さんの後を継ぎ住職となる身。そんな跡取り僧侶の日常をちょいと覗かせてもらうと、朝6時、失礼します。お坊さんになって11年、達也さんの朝は髪を剃ることから始まります。やっぱりお坊さんって髪を剃らなきゃいけないんですか？浄土真宗では右髪でも低髪でもどちらでもいいんですけれども、気分が引き締まるという自分自身の中であるので。ヒゲは大丈夫？特に決まりもなくて、これも学生時代からずっとこの感じなので、少し重みがあった方がいいかなと思いまして。そんな達也さんの学生時代の写真がこちら。子供の頃から家が寺というのが嫌で嫌で、後を継ぐ気などさらさらなく弁護士を目指し大学へ。坊主憎けりゃ袈裟まで憎いとか、坊主丸儲けとか、まあ、かっこよくないじゃないですか。しかし留年したことをきっかけに、自分はお寺の長男で後継ぎの身という思いが芽生え、大学卒業後仏教の専門学校へ入学。父と同じお坊さんの道へ進みました。で午前7時、仏様が救ってくださることへの感謝を込めて家族で朝の勤行を行います。その後午前中は事務所で、若い人にもお寺に興味を持ってもらおうと自ら作ったホームページで情報を発信。午後の業務を合わせ勤務時間は1日およそ8時間、休みは月に2回程度なんだとか。そんな達也さんの給料はというと、給料明細をお寺からもらいます。そう、お坊さんもサラリーマンと同じように給料制なんです。その支給額を決めるのは住職であるお父さん。まあちゃんとしてあげてると思うけど、なんか食べるか食べないかとに。だそうですけど、タデさん満足してます？満足してます。跡取り僧侶の達也さん、実はかなりのアイデアマン。お寺に親しみを持ってもらおうと、なんとお寺のキャラクターを作っちゃったんです。名前は天心寺の天ちゃん。
業者にデザインを依頼し、上がってきたこちら12の候補の中から檀家さん、浄土真宗でいう門信徒さんによる投票で決まったのがこちらの天ちゃん。なんとなく達也さんに似ているような。人が集まり人が寄り添うお寺でありたい。天心寺の未来を担う跡継ぎはお寺の持つイメージを変えるべく、ついにはこんなものまでも。天ちゃんのテーマ曲を含む11曲入りの CD で、どんなテーマ曲かというと、天ちゃん天ちゃんてててて天ちゃん、なも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 天ちゃんっていう歌なんですが、私はバックコーラスで参加させてもらってるんですけど、音程がちょっとずれてたみたいで、すごい音が絞られててその他にも寺の庭を利用し、子どもたちのために野菜作り教室を開いたり、ママ大きい、本当だ、行った。大学の教授を招いてトークイベントを行うなど、あの手この手のアイデアでお寺に足を運んでもらおうと努めているんです。そんな長男の試みを父である住職はどう思っているのかというと、一番心配してるのはね、あの本末転倒っていうかね、もうちょっとお寺のこともやってくれるやつやんだけどね、私がいつ倒れてもいいようにパッと何のこともなくスーッといけるように、本当はね、後継ぎとして本業にもう少し本腰を入れてはくれないものか。それが父の本音。皆さんすいません、ブログ用の写真撮らせてもらいますので。しかし息子には息子のこんな思いが。なかなかお寺というと今は入りにくい、なんか何してるかわからない、まあ、私たちこの世代がもう親になる頃には仏教宗教なんていらないんじゃないかっていう風なちょっと恐れもあるのではないかなと。昨今お葬式や法事の規模も縮小傾向、お寺は人々の生活からどんどん遠い存在に。達也さん、そんな状況を誰よりも気にかけていました。子供の頃、若い世代にお寺をもっと身近に感じてほしい。それが様々な試みを始めたきっかけなんです。達也さんには3歳年の離れた弟がいます。弟の大吾さんもお坊さん、僧侶になったのはわずか3年前なんですが、今年とあるお寺の住職になることが決まりました。やっぱ住職になるってなると責任感が、ね、伴いますので、大変だと思いますね。心配だね、今こちら座ってたのにね自分で考えてやらなきゃいけないからね。お兄ちゃんより先に住職になるのにはある理由がありました。今その弟さんがいるのは宮城県仙台にあるここ御慶寺、400年以上の歴史を持つ浄土真宗本願寺派のお寺です。こちらがもう一人の主役、弟の大吾さん33歳。まだまだですね、自分も、まあ、あの勉強不足、まだ僧侶となって日が浅いので、御仏の教えを聞きながら共に喜んで行っている毎日でございますね、本当は。もともと建設関係で働いていましたが、29歳の時一念発起、仏教の専門学校へ入り、30歳で僧侶の道へ。今年1月ここ御慶寺にやってきました。実は御慶寺には後継者がおらず、別のお寺から住職を招いていました。しかしあの震災後、その住職さんが離れ、ここ2年間は住職不在が続いていました。現在全国にはコンビニエンスストアの数よりも多い8万近い寺があり、実は後継者不足は深刻な問題なんです。本来お寺はその地域に根ざし、人々の役に立つための場所、仏の道を歩む者、人のためになれるならばと、大吾さん覚悟を決め、御慶寺の住職になることを引き受けました。あ、どうもおはようございます、失礼いたします。
オンケージに来ておよそ5ヶ月日々モンシントさんのもとへ足を運び顔を知ってもらうことも今は大事な仕事の一つ。王子ができない、まあ、葬儀もちろんできませんから、うんうん、あとやっぱお寺としての行事が全然動かなくなる、うん、前職のような方はなかなかね、いやありがたいですよ。だからモンシントさんにとって大吾さんはお寺の危機を救った待望の住職なんです。そんな大吾さん、実は新婚ほやほや。旦那から突然の仙台行きを告げられた妻の美希さんがまず思ったのは、いや冗談かなって思いまして、まあでもご縁があるんならばついていこうかなとは思いました。ちょっと忘れっぽいところもあるので、そこはちゃんとカバーしていかないといけないなとは思います。はい、美希さんこの時妊娠9ヶ月、新しく家族となるのは男の子。大吾さん、未来の恩恵寺の後継ぎのためにも頑張らなくちゃなりません。そんなある日、兄の達也さんから大吾さん宛にある届け物が。手紙に添えられていたのは、亡くなったおじいちゃんが大事にしてたお年寺を、結婚式の時もですねこれを使って、なんかこう記念がある時は大好きだったんで、おじいちゃんがそれで、はい、これを持っていつも勇気づけられてます。兄が弟に送ったのは、今は亡きおじいちゃんが大切にしていた年寿。実は大吾さん、翌日に大事な法要を控えていたんです。翌日行われるのは浄土真宗の宗祖親鸞を偲ぶ法恩公と呼ばれる法要。今後恩恵寺を守っていく大吾さんにとってとても重要かつ緊張を強いられる法要なんです。法恩公当日、朝から準備に余念がない大吾さん、清掃に着替え、いざ一世一代の大舞台へのはずが、用意しとけよ。ん？あっちを開けたりこっちを覗いたり、なんだか急にバタバタし始めましたよ。あら、中継。どうやら中継と呼ばれる扇が見つからない様子。とにかく引き出しという引き出しを片っ端から開けていく。で、探すことおよそ3分。ようやく発見。おじいちゃんの年次もしっかりと携え、いざ法恩公へ。この日のために同じ宗派の僧侶が遠くから駆けつけ、本堂には多くの人々が集まりました。そして無事法恩公は終了。決して住職になったからといってですね、偉いわけでもございません。ですので皆さんとご一緒にですね、お念仏を喜ぶ、それを務めていきたいというかですね、一緒に喜ばせていただく仲間になっていきたいなと思っております。これからもよろしくお願いいたします。内卒となりましたが、よろしくお願いいたします。はい、少々頼りなくもありますが、大吾さん住職として大役を果たしました。一方その頃お兄ちゃんは一杯引っ掛けていた。うまいですね。聞けば浄土真宗ではたしなむ程度であればお酒は OK なんだとか。この日は天心寺で行うイベントの打ち合わせ。お寺に足を運んでもらうきっかけになればと、地域の人の協力のもと1年ほど前から始め、今回で7回目。おじいちゃんおばあちゃんと子や孫が一緒にいるって空間ないですもんね今。ぜひそれを、ね、実現できるような。イベント2日前、勤めの合間を縫ってチラシを作成。で、できたチラシは、こんにちは、自ら配布。楽市の、はいはいはい、
ライヤー持ってきましたので、ぜひお願いします。何もしなければ寺離れはどんどん加速する。その強い思いがお兄ちゃんを突き動かしているんです。そして迎えたイベント当日、みんなの楽市と銘打ったイベントは、幅広い世代が楽しめるよう出店にフリーマーケット、体験コーナーやライブなどなど盛りだくさん。天気にも恵まれ、スタートと同時に大盛況。やっぱり若い人とか来ることってあまりないと思うので、こういうふうにきっかけがあると、まあ、子どもたち集まって今日も見ての通り楽しんだみたいなのでオープンにしていただけると本当に来やすいですし、子どもを連れて来れるっていうのがこれ本当にありがたいです。来場者の評判も上々の様子。そんな中、普段は達也さんのイベントに参加しないという住職がひょっこりと。ちょっと机に立つ、座ってくるの疲れるな、ちょっと体動かしてみて、ちょっと身を結んできてんじゃないですか、息子をやることが、ね、息子のやり方、父もちょっとは認め始めたようです。とその時、お兄ちゃんに嬉しい訪問者が。おお、久しぶりです。千葉県松戸市にある浄土真宗天心寺。このお寺の長男で跡継ぎのお坊さんが気軽に寺へ足を運んでもらいたいとイベントを開催。大人から子供まで幅広い世代が楽しめるようにと企画されたイベント、境内には多くの人が集まりました。そんな中、おお、久しぶりです。こんにちは。仙台から弟の大吾さん夫婦が駆けつけました。奥さんの腕の中には生まれたばかりの長男大慶くんの姿。大吾さん、名前に恩恵寺の慶の字を入れました。汚いね。あ、どうか。イベントの最後を飾ったのは、達也さんが雅楽とピアノに合わせてお経を読むお経ライブ。イベントは大盛況のうちに終わりました。私古いからね、古いからね、やりたいようにやって、お寺を任せて、任せない、いつでもいいのよ俺。頑張んなきゃなと思って、僕もこのように仙台の方を盛り上げてですね、やっていきたいと思います。これからもこういう若い方々が集まってくれるご縁を作っていきたいなと。お坊さんになってよかったですか。よかったですね。時代のニーズに合わせお寺が役に立てることはもっとあるはず。だからこそ努力は惜しまない。寺離れが進む中、僧侶ブラザーズの奮闘はまだまだ続く。野村さん、この兄弟なんとなくこう随分とタイプが違うように見えますけども、共通しているのは、やっぱりこう選ぶらずにですね、周りの人たちと一緒の目線で、まあ、その仏教を語っていきたいっていう、そういう姿勢だと思うんですよね。こういうお寺なら私もぜひ行ってみたいなというふうに思いますよね。いろいろ工夫しているのは涙がましいです。特集でした。